倒され大敗もしましたが、皆さんの温かい応援により乗り切ることができました。課題も多く残りましたが、日々の練習で一つ一つ改善し、来年は今年よりもより良い結果を残せるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。1年間大きく温かな応援ありがとうございました。ご来場の皆さん、今一度セレッソ大阪堺レディースの選手に大きな拍手をお願いします。